はい、こんにちは、室野聡です。今回はですね、3学期に子供は化けるというお話をします。私が現役時代ですね、3学期を迎えると子供たちが化けるっていう経験をね、何回かしてるんですね。まあ毎年毎年必ずというわけではないですが、まあ多かれ少なかれですね、3学期に子供たちが化けるんですよ。化けるって何かっていうと、2学期の最後とは明らかに違った雰囲気になるんですね。非常に落ち着いていたり、授業にすごく集中するようになったり、あとね、学級にこう何かまとまりみたいなものが感じられるんですね。そんな風にね、3学期子供たちが化けたなって思うことが多いんですよ。で、特にですね、4月結構手のかかるねクラスだった子たちであってもですね、3学期になると本当にね落ち着いた態度で授業にも参加しますし、なんか子供同士の関係もいい感じになってくるのが3学期なんですね。もうそれが1学期から2学期になった時の変わり方とは全然違うんですよ。本当にね、ガラッとクラスのなんかフェーズが上がった感じがするんですね。で、それがうまくできた年っていうのは、多分私の1、2学期の、まあもっと言えばね、1年間の学級経営、あと授業がうまくいった証拠だと思うんですよ。なんか2学期までここがもうちょっと頑張れたらいいななんて思ってるところもですね、3学期特に何もしなくてももうできるようになっていたりですね、なんかそういうなんか化けるっていう経験した先生いませんかね。なんか分かってもらえたら嬉しいんですけども、子供たちが本当に化けたっていうことはですね、やっぱりね、自分が頑張ってきた成果だっていうふうにね、認めていいと思うんですよね。今3学期が始まって1週間ちょっと経ちましたね。どうでしょう、なんか今までとは子供たち雰囲気違うぞっていう風に思えたっていうことはですね、先生のこれまでの4月からの努力がですね、ちゃんと子供たちに身についてきたっていうことなんだろうと思うんですね。まあ私もね、毎回毎回うまくいってるわけじゃなくてね、ほんと3学期にますます大変になったっていうこともね、ないわけじゃないんですけども、まあ通常はですね、いい感じで3学期を迎えて、そしてまたね、進級していく、卒業していくっていうような流れが多かったような気がします。まあそんな観点で、クラスの様子ちょっと見てみてください。どうしたんだろう、みんななんかいい感じだなって思えるってことはですね、それ絶対に3月まで行きます。逆にもっと上がっていく可能性もありますね。まあそんなことをちょっとね思い出しましたので、今回はお話ししてみました。はい、1月28日土曜日午後1時から第14回村野聡ウィンターライブ最新提案オール社会というテーマで実施します。先日ですね、ある集まりがあって、 Zoom ですけどね、そこで私の尊敬する先生から、今回の私のセミナーのね、ライブの村のライブの講座名を見て、すごくいい、魅力的だっていうふうにね言っていただいたんですよ。ですのでね、皆さんもね、概要欄に示してありますからね、ぜひ見てみてください。はい、そしてよければねご参加ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、良い3学期を。